田中先生の進路相談室。 TVer、 YouTube 限定のこの企画では、これからの学校生活や芸能人生が心配な生徒を田中先生が個別に呼び出し進路相談を行います。よろしくお願いします。今回の生徒は今野あさみさん。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、見事1位ね。よかったです。よかったですね。この間もう大しても良くもなくて不甲斐ない結果の中勉強されたと。はい、うん、そう考えて1位取れたんで大満足ですね。もう安心して北海道に帰れますでもマリナさん強かったですね。強かったですね。あ、マリナさん途中必死だったもんね。そうですね、珍しく、いつも結構穏やか で、 そうなんですよ。すごい大人な、あの蛇の目のところ、あの時のマリナさん見て、あ、俺この人すごい次回やってくるぞと思って思いました。めちゃくちゃ勉強してくるでしょ絶対。だから呼び出し先生本当にすごい番組だと思って、はいはい、みんなのやる気に火をつけて、はいはい、大人になっても勉強するんだぞっていう、そう、 そういうことでやってるんですよ最初から。でもおバカの人がね何にも変わらない。賢い人だけもう一回やってきますって言って、だから怒りのババを倒せスペシャルで倒せないってなってるんですけど、今野さんにぜひ倒していただきたいなと。頑張ります、はい、ちょっとババさんを倒す資格として。そうですよね。でもババさん強いんだよな。強いですよね本当に。あまりにも強いの。怒りのババスペシャルで圧勝するんだから。でも負けたくないです。だからもう猛勉強してきてください。はい、はい、でも出てたらこれお子さんとか喜んでくれるんですか。すごい喜んでます、はい、なんかうち今6歳4歳2歳でまだ小学校前なんですけど、やっぱりこの学校の雰囲気が好きなのかすごい、はいはい、もう自分で録画してます6歳は。嬉しいな。私が頼み忘れても録画して、はいはいはい、あの体育のやつから遠足のやつからすごいもう食い入るように見てます。お子さんに見てもらえるから楽しみですね、この1位取った回ね。そうですね、今回は最後まで見せます。すごいってなるのかなやっぱ。ね、なってほしいな。うん、ただまあ負けたらね、今度ババさんとかに、いやそう、ババさんの方がすげえんだなみたいになるしね。悔しいですよねそうなったらね。モーニスの時代から勉強してたんですか。でモーニング娘。に入る前までは勉強しなくてもできたんですよ。天才タイプなんだ。でもモーニング娘。に入って勉強しなくなって、もうガクッと落ちて大学入るぞって決めてまた勉強し始めた感じです。そっから取り返してだからタイパいいんですよねきっと。タイパめっちゃいいですね。でも怒りのババスペシャルとか優等生スペシャルは問題のレベルが今日よりまたガクッと上がるんですよ。得意な科目を一応聞いてきますよ。得意なのは、まあ、国語と社会です。国語社会だからもう英語と数学だったら、はい、ちょっとあの飛行機飛ばなかったってことにして欠席します。いやいやいやダメですよ、やっぱ出ることになったら出てもらわないと。え、英語は入れない方がいい。英語は、はい。どうするかな。ババさん英語結構できるんですよ。そうですね。なんかババさんが怒りそうだな英語抜いたら。いやもう英語だけは。ババさんなんで英語抜いてるんですか。なんか近野さんシフトじゃないですかみたいな。より怒りのババになっちゃうからね。あれ以上怒ったらどうなるんだろう。確かに。でももう女宇治原みたいになってきてるって。ババさんが。本当に。そうなんですよ。本当に。だから誰も倒せない存在になりそうだから。うん、そろそろ一回土つけないとなと思ってるんですけど、まあ期待したいのは今野さんとマリナさんなんでね。いやぜひ頑張ってください。頑張ります、うん、マリナさん今日帰る時ねすごい目に邪気がやるって。邪気がブワーッつって、メデューサみたいになってました。次回見てろみたいな感じで帰ってたんで、あれはやばいですよ。確かにもうあそこまで怒ったらもう名倉さんにしか沈められないかもしれない。まずい。まあそのぐらいのが来ると思って、はい、勉強してきてください。うわ待ってます。まあ優等生の方だけを集めた回またありますので。わかりました。はい、お待ちしてます。はい、日本ハムファイターズは今年は残念でしたね。
そうですね、はい、カープはカープは今この時点では2位か3位になりそうだ。試合面白いところですね。そうなんですよ。旦那さんの方はしっかり応援 しますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。来年は優勝争いでできるように頑張ってください。はい、ファイターズも応援してください。わかりました。ありがとうございます。失礼します。次は馬場さん倒します。いやでも馬場が強いんだよな。